本当かわいい。ありがとう。なんか言った？おじいが。なんか言ったか。お？終わりだ、これ出ちゃうんだよ。何？暖房もつきましたか。暖房が何？消し消すんだよ。消してくれ？私が消し行くの？あ、行くよんじゃ。なんなん。ったく。行ってくるね。ありがとう。ありがとうね。暖房消すんだってよ。まったく。ちょっと待っててちょうだい。ね。ありがとうね。おじい暖房消すって言って嘘べ。まったく飯食ってさ、グラス大きっぱで。暖房消すって嘘で、大嘘つき。これ私片付けなくちゃだわ。また後で最後に。全く用じゃないわ、いつも私が片付け当番だから。かわいそうね、まったくね。なんかまた残したの、これ。あ、これ残ってるね。なんかブヨブヨしたんがいつも残すから困るんだよな。もっと綺麗に食ってくれないと参っちゃうな、これ。片付ける人が頭使うで。ったく、あれほど言ったのにさ、どうしようもねえな、クソジジイが。けどジジイがどうしようもねえな。おい、リモコンも、おい、なんでテレビの電源も切らねえんだよ、つけっぱねで。なんなん、なんで飯取りさせる気がねえよ、おめえ。私にここまでさせちゃまずいって。疲れて、おことなんだからよ。悪い、悪いよ、何もできてないじゃない。ジジイがよ、何もできねえんだね。ちゃんともっときちんとすんのじゃねえ、何事のよ。眼鏡を中途半端に起き上がってよ。何言ったってよ、こんな、あれな、こんなの2つ並べとくの、私が足が悪いのに。もうやくねえ、こういうことをしちゃ悪いよ、元へ戻さねえってのは。何でも悪いよ。こうじゃねえよ。こうに布団をね、こうにやっちゃ嫌なんだよ。どっちがどっちだか分かんなくなるから。いや、これもいい。まあ、こぎたねえじじいがよ。こぎたねえじじいがよ。私がつまずいちゃうんだよ、こうにやられとくと。テレビ見てもリモコンは片付けられねえ。電源は切れねえ。最低だよ、クソジジイが。だから嫌なんだよ、酒飲み。酒飲みはね、きちんとできないんだから。何でもムカつくんだよ。たまたどこじゃなかったよ、この野郎。てめえでやったことぐらいてめえで聞いてやるんだよ、何でも。私だって何度もやってるもんね。たまに餌くれたり、何でもやらねえから。しんごとあんたはクズだよ、クズで。何もできねえクズなんだよね、どっちも。与太野郎が本当にクズ野郎がよ、どっちがどの布団だか分かんねえっつんだよ、バカ野郎が。どっちだよ、分かる？どっちでもじゃねえよ、向きがあるんだよ、このクソジジイ。クソ野郎が、けどジジイだよ、バカ。誰がこんなことしたら私がつまずいちゃうべよ、バカ野郎が。何にもできねえクズだな、おめえは。酒め飲んでやがってよ、この野郎。障子は破くしよ、クズ野郎が。何にもできねえんだな。飯食いや食ったで、あんな変な食い方するしさ、自分でやってみねえな、何でも。食ったものはこぼれてるしよ、畳に。
けどじじいだよ。くせえわ。ほんとやけどじじいだよ。何にもできねえんだな、おめえな。テーブル一つ食かねえもんな。自分で食ってもな。テーブルが拭けねえじじいだよ。どっちがどっちの布団だかわかんねえな、こりゃ。困ったな。こもの分かんなくなっちゃったもん。いや、もう、どうでも。障子屋破けやがってよ。ちっとも直さねえしよ。どんどん頼めよ、おめえ。障子屋頼めよ。てめえで破ったんだから、二つ。酔っ払いやよ。悪いよ、本当に。あんた何もしねえもの。買い物だけなんでやってくるな。酒が飲めるから。違うかい。他のことは何もしねえべ。何も語ってる気はねえよ、本当に。私が全部やってんだよ、本当だよ。だましねえ、あんた、人間的に。向こう側に付けなくていいの。そう、リーダー。リーダー、本当は向こうにつけんじゃないの。酔っ払ってまたくっくるげって、おめえテレビでもぶっ壊されちゃ困るからよ。どうすんの。ムカつくな、このじじい。けどじじいだよ。酔っ払いなんかね、その辺ぶっついてね、障子破ったりするんだよ。ねえ、蓋とこ破れてね、あんたがみんなぶっ壊すんだよ。わかるかい。この飯の食い方は何だい。自分で処分すればいいべ、与太野郎が。何でも人にさせやがってよ。クソったりが。与太じじいがよ、江戸じじいが。バカたりが。ムカつくだよ、本当に。まったくムカつく。何でもやりっぱなし。だらしねえ男だな。自分で散らかしたもんぐらい、てめえで片付けられねえか、このくずったりがよ、おめえ。クソ野郎が。いい迷惑だね、こっちは。冗談じゃねえよ。あんたに疲れるほどおめえ体が良くねえよ、女。調子がおめえねえ。足が悪い人間がよ、男がおめえ。さあ、おめえ。お布団なんか二つ並げやがってよ、猫と寝てやがって、この野郎。バカたりが。私が向こうへ行ってよ。つまずいたらどうするんだい、杖で。バカ野郎。このクソじじいが。何の力もねえクソ野郎が。バカたれが。うん。ああ、疲れた。すごい疲れたよ。ああ、ありがとう、ありがとう。ああ、ありがとうね。みんな怒ったよ。またじじいだ。ともちさん。ありがとう。桜の花びら5個。ありがとうね。ありがとう。未来ちゃん、怒ってる。どうしたの？向こう行ったらさ、暖房つけっぱれでさ、自分で寝てたとこを、布団を並げてさ、みんなやりっぱなしだよ。私に片付けさせんだよ。あんなの片付けてから寝ればいいじゃない。なんで？ね。ありがとうね。未来ちゃん、怒ってる。そう、かなちゃん、吉江さん、どうしたの。あ、向こう行ってね、クソじじいがちゃんとしねえから、自分で寝ててよ。たまきちゃったよ、こっち。ね、ああいうじじいだよ。ブラーあ、ごめんね、そうさ、吉江さん、どうしたの。いろいろこき使われた。自分でやったこと全部私にさせろ。食べ物もね、食いやね、置きっぱなし。うん。おいで、暖房も消さないで。ね、消してね、って言ったら寝るときあったかいんだから。うちはね、寝るとき暖房いらないのよ。うん。丸八の布団だから。すごい温まる。足が真っ赤になるほど温まる。だからね、たまちゃん来ちゃったよ。ね、ブライアンちゃん、ヨセさん、こんばんは。こんばんは。ちょうど怒ってるぞ、こんなありがとう。レモンドーさん、風船、ありがとうございます。ありがとう。あかりちゃん、未来ちゃんも桜。あ、そうなん。未来ちゃん、桜、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。
ありがとう。大変ですね。そう、自分でやったことぐらいやってもらわないと困るんだよ、私具合悪いからね、うん、ね、スー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 動ける、私が動ければ何とも言わないけどね、キラキラさん72歳で甘えたいんですね。そうじゃないよ、71だよジジイは。冗談じゃねえよ。で酒飲んでさ、自分で酔っ払いや掃除破くし蓋とこ、うん、ねえ直してくれっつんよ。うんこ漏らして抱負はうんこだらけ、ね、洗ってくれっつんよ。洗濯台出して自分でやったことは全部やってくれっつんよ。ねえ、そうでしょ、キラキラさんね、うん、ブライアンさん、ヨセイさん意外まともな大人はいませんね。そうだよ、うん、そうだね、ありがとう、ありがとうね、ブライアンさん、ほんとわ、ヨセイさん意外って言っていただくと助かります。ほんとですよ、うん、私言葉は悪いけど本当に頭にくる、うん、普通に生きてもらいたいね、子供も予定やろうだし、うん、ポニーテーラー、ヨシエちゃんこんばんはって、こんばんは、今怒鳴りました、うん、ね、自分でテレビ見ててさ、リモコンも片付けない、電源は入れっぱなし、暖房は入れ、寝るとき言ったのよ、暖房消してねって、うん、おいでね、猫がいるからできねえって、猫ってたまここ生きてる、でもここ生きてるね、うん、そうだよ、ありがとう、ポニーテーラー、ヨシエちゃんこんばんは、ありがとう、ねめしやさん咲いていますねって、え、咲いていますねって、ありがとう、いいね、ありがとう、いいね、ありがとう、ありがとう、暖房つけっぱれですか、そう、寝るとき消してって言ったんだよ、うん、おいさん寝ちゃったから消し来てくれって言うんだよね。忘れっぽいね、やっぱり脳なんかだね、脳がなんかしてるよ、うん、そうだよね、食べたものは汚い食い方するしさ、大変だよ私、うん、ね、ともちさんありがとう、メガホンさんこありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、今日さポニーテーラー少し切ったよ、あー、デーに悪いからこれ短くした、自分でハサミで切った、うん、今度はね、洗うんがいくらかいいと思う、そう、ね、うん、まったくね、余分なよう言われると疲れるね、足が足だからね、ほいで座布団はね、二とこのやつを集めて一つにして、どっちがどっちだかわかんねえ、向きはいい加減ね、自分でどかしたもんはきちんとやってもらいたいね、私が終わってからさ、向こう行くっつうとさ、ふっくるげったら困るよ、あんな置き方された、あー、こちらありがとう、ともちさん、メガホンさんこありがとうございます、ありがとう、キラキラさん、のーも息子ものーなんかしてるのかなって、そうだよ、二人とも、そう、ボニーテーラー、ヨシエちゃん、クソは流す、タレなタレすし、弁当は食べないで粗末にすると、窓を開けて吹け落とし、とんでもないね、本当だよね、吹け落とししてるよね、前は あそこじゃなくて畳の上でしてたよね、ひどいよね、汚くて嫌だよね、そうだよ、ダメだよ、もう常識なさすぎるね、飲んでるからだよね、飲んでるからね、何しろだらしね、だらしね、お風呂にこの間入ってたわしで洗ってやんの、お風呂たわしで洗ったら傷つくよ、お風呂ってたわしで洗うもんじゃないよね、そうだよ、常識ない、ほんと常識ないね、有名人もね、あ、金かかるんだよ、自分一人で入ってんだから自分で直せばいいんだよ、4万いくら、そうでしょ、あ、
ちくわちゃん、いつもありがとう。おーっつって、ありがとうね。怒ってるよ、じじいよ。じじい怒鳴り飛ばした。ねえ、ほんとだよ。頭にくるよ。まったくね、何もできなくちゃ困るね、男もね。あれだもんね。慎吾のズロスなんか履いてんだよな、この間。慎吾のズロス履いてたよ。水玉の。あれ慎吾のだよ。あいつ履いてる。自分のズロスわかんねんかね。私わかるよ。誰のズロスって。今まで洗ってたから。トランクス。私わかる。柄でね。じじい、寝たのって。寝たよ。あかりちゃん、慎吾さんのトランクス。慎吾さん、嫌がるんじゃない。嫌がるよ。水玉のね、あれ慎吾のだよ。そう。私知ってるんだよ。前からね、分かってるから。私が選択してたから、自分で分かる。分かるよ。ねえ。嫌だよね。人のやつ履くのね。自分でだからね、分かってねえんだよ。今までさ、私が綺麗に洗ってさ、二人のさ、パンツちゃんとさ、分けてたよ。リンゴの柄は分かるし、あいつのはタンスの中入れる。私ができないから、もうしっちゃかめっちゃかで、自分で覚えてねえんだよ。ズロースの柄も。そう。ね、そうだよ。アリスさん、こんばん。レガシエさん、って。ありがとう。ちくわちゃん。買うお金ないんじゃない。そうかね。パンツとか。慎吾の履いてた。じじいにお久しぶりで怒鳴ったよ。あんまり怒鳴ったことねえんだけど、あんまりだらしねえから怒ってくれて。そう。ね。ありがとう。ありがとうね。あら。今日はまあまあ閲覧あるわ。91あるわ。よかったわ。ね。よかった。ね。昨日は50いくつだったな。私が怒ったから来たのかな、閲覧が。こういうわけじゃねえべな。おじい怒ったから。ね。そう、誰ガチャガチャ、おじじいが電気つけた。まさしさん、皆さん、綺麗だから、ゴールデンウィークは、秩父の芝桜へって。そうなん、ポニーテーラー、よしちゃん、あらーってね。山田さん、良いですねって。ありがとう。まるちゃん、おじいさん、起きたの。ちゃこちゃん、私も、よしえさん、大好きだって。ありがとうね。ありがとう。ポニーテーラー、よしえちゃん。また、電気、ここ、とつけてるって。まさしさん、池袋から、特急で80分弱だ。そうな。まさしさん。都心から一番近いオアシスをお楽しみくださいってね。まさしさん、あいはら来たって。ちゃこちゃん、あしたみたいに歌って昨日みたいにって。ありがとう。何やってんの？は？何やってんの？サンドイッチだよ。腹減ってるんかい。そこに残ってるで、鍋。今少し綺麗に食えよ。いいよ。とろみが。ちょっと。まあ。これね。あ、これで取ってから。あ、ちょっとなんだ。まったく。ここに取るとこあるんじゃねえの？あるんだけどよ。ここ引っ張ればいいんじゃねえの？これ切った方がええなんだよ。今頃腹減るのはおかしいじゃない。これ一つだけ入れたら危ない。一つ
だけって言われても困るんだけどさ。ああ、たまにくるから。手は狭い。お前よけて。お前も遅いな、お前。世話が焼けるじじいだな、お前。一つでいいんだよ。しまっとけやん。しまなくて。しまねえ方がいいんじゃないの。硬くなるから。そうそうそう。なんでも食えばいいじゃん、べ、クソじじいだよ。うん、ほら。置けよ、ほら、ここへ。うん、まったく。全くね、子供笑うってまさしさん血入こうついて相原さんってそうだよ、ブライアンちゃん鍋の残り食べなさい笑うって本当だよね、本当だ、うん、コンザレスさんあんたよ、深いよ、何にどんなだけ食べてるのってね、マイマイちゃん、メイトバンザイだ、笑って、まさしさん、うーん、キン、アイハラってね、うん、また電気つけっぱれか、じじ、電気してね。じじい、わーんって、けん、あいはらーってね、またつけっぱれかい、こー、こーとってね、そうだよ。消したか、じじい。ねえ、もう酒飲んだりさ、鍋食ったりしてるんだから、ちゃんと食えばいいじゃんね。今頃になってさ、サンドイッチ取り来てさ、ね、ほんとだよね。まったくね、あの中華料理屋寄ってきたんだよ、ラーメン食ってきた、お昼、うん、これでね、ご飯食いきんねえで中華丼が置いてある、そこに、うん、あのね、うん、パックで、うん、ご飯とね、中華丼とラーメン食えねえんだよ。ね、ラーメン食うと中華丼をお持ち帰りに入れてもらったんじゃね。そういうの食えばいいじゃんね。うん、俺で鍋食ってさ、ドロドロのが固まって置いてある。ね、うん、やだね。うん、俺私がまた、うん、片付けなくちゃだな、終わってからね。ムカつくんね。本当に何もしない、うん、休みでもパジャマいつも着てるよ、何もしねえよ、うん、庭なんか草だらけでも何もしねえね、うん、ああほんでさ、うん、ズボン下、うん、パジャマ、パジャマね、うん、前開いてないパジャマもあるよ、あのケツと前反対に履いてるんだよいつも、うん、縫ってあって分かるじゃん、ケツと前ぐらい、だからみんな切っちゃうんだよね、すぐ切っちゃう、うん、だってね、おケツの方はゆっくりできてるね、そう、まるちゃん鍋誰が作ったんだ、あ、まああのね、今ね鍋はね、うん、作んなくてね、チンするんがあるんよ、ウジマート、うん、あ、カレー食ったんだ。カレーうどん食った。うん。鍋っていうかカレーうどんだ。そう。うん。カレーうどん食べた。うん。今行ってきたばっかりだよ。行ってきてねって。ゆうさん、ありがとう。まだ5分経ってないよね。うん。あら、今日は近いねって。出してきてねって。ありがとう。ありがとうね。ね。ありがとう。今行ってきたばっかりだよ。ね。早くってありがとう、笑うってね、行かないときは行かないよね、なんで、うんと飲んだのかな、昼間さ飲みながら違う人の配信ずっと見てたよ、うん、だから溜まっちゃったのかなお水が、うん、ね、行ってくるね、今だったら女便所になってるから早く出てきられる。
男便所じゃ出てこれねえよ。ねえ、相撲取りが来る。ねえ、おりばちゃんじゃねえけど、相撲取りみたいだよ。相撲取り、あ、どすこい、どすこいだよ。本当に。ねえ、そうだよ。あ、こんな男便所じゃないから、早く出てきられるよ。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ねえ。ありがとうね。どすこい、どすこい。よっこいせ。よいしょ。どっこいしょ。あ、どっこい。どっこいしょ。どっこいしょ。よいしょ。ひっくり返らないようにね。足がね。ひっくり返ったら大変だよね。ありがとうございます。あれ、また男便所だね。えらいこっちゃん。おーい、早く出てくれよ。むっちゃうよ。おーい。おーい。おーい、困ったな。やだな、あったか。困ったよ。早く出てよ。今、入ったばっかりだけど、めっちゃ垂れてて。まったく。もう、まったくいいよ。もう、疲れるよ。なんで一緒になるんだよ、勉強まで。まったく。まったく、まだ入って5分だよ。まったく、しょんべんが垂れてて。早く出てよ。何やってんの。ああ、もうダメだ。なんだよ。なんだよじゃねえよ。しょんべんが垂れてたんだよ、さっき。俺だから今入れば女便所だと思って来たらまた入ってきてやがってよ、この野郎。クソじじいだよ、ね。ヘドじじいだ。どうしようねえよ、ほんとじゃ。クソじじい、ヘドじじい、おたじじいだよ、ね。けどやろうが。出たら、まだ、そんなに垂れてねえな、まさかな。今入ったみるんだけど、また垂れてたら怒るんだから、私が。どうなんでもねえやんか。自分でね、垂らしたそんなに言ってるんだよ。悪いけど、しゃべりの気じゃねえんだよ、あんた。冗談じゃないやんか。まいっちゃうよ、これ。大変だね、行ってくの。まったく。よっこい。ゴミが落ちてるよ、ここに。汚いね。誰も拾わないよ。どうしようもないね。ね、ゴミが落ちても誰も拾わない。男はダメだな。よいしょ。ああ、ここに捕まんねえと。どうしようもないんだ。両方捕まんなきゃ歩き屋さんないんだよ。よいしょ。どっこいしょ。まったくな。ありがとうございますね。ありゃー、またまた。大丈夫か、大丈夫だか、大丈夫か。ギリギリになっちゃった。ありがとう。あれあれ、まだ6分ある。大丈夫か。まだたまちゃん来た。たまちゃん、あったくな。向こう行きな、たまちゃん。ね。向こう行きな。ね。まあ、ここ行きて、たまちゃんまた座られると、私大変だよ。
ねえ、おじのが嫌やな。あったかな。じじいがしょんべんなんか一緒になってよ、たまったもんじゃ。暮らして、拭いて、今度は女便所だと思って入ってきたら、今度はおじいが減ってた。嫌なっちゃうな。ありがとう。ありがとう。